スティーブ・グランドは、イリノイ州、レモント出身のアメリカの歌手、ソングライター、そしてモデルである。11歳の時から曲作りを始めて、レモントハイスクールを卒業後にナッシュビルのベルモント大学に入学した。1年後に、シカゴに戻ったグランドは、イリノイ大学に入学し直し、音楽の世界に専念していった。13歳までに、彼はゲイであることを認識していて、 カトリックの家族と信仰の中で彼のセクシュアリティを受け入れることに苦労した。しかし、グランドは AS グレードには友人たちには告げていた。音楽のキャリアの前にグランドはカナでモデルをしていた。2011年写真家のトム・ガリスのフォトセッションを行ってオーストラリアの DNA マガジンのカバーになった。グランドは2013年までに シカゴの4つの地区の協会とシカゴのいくつかのクラブでピアノを演奏してシカゴのダウンタウンで注目を集めたジョイントを行った。また、レディー・ガガ、ブルーノ・マーズ、ワン・ダイレクション、ジャーニーなどのアーティストのカバーを行っていてスティーブ・スター・チャイルドの名前で YouTube にアップロードしていた。しかしグランドはオリジナルの曲のリリースを望んでいた。2013年7月2日にグランドは 7000ドルで制作したメガボルトオールアメリカンボーイを YouTube にアップロードした。そしてウイルス性のあるヒット作になって8日後には100万回以上の再生回数を記録した。グランドは両親の地下室でボーカルを録音しメガボルトのために自己資金を供給してクレジットカードを限度まで使った。この作品はジェイソン・ネイドが監督し編集したものであった。 多くのインタビューやメディア出演でグランドは自分自身をカントリーアーティストとして紹介している。デビューアルバムをオール、アメリカン、ボーイとして公開した上でキックスターターの公的資金提供キャンペーンを成功させた。発表からわずか1日後に当初の8万1000ドルの目標に達し、5日間で当初の資金調達目標の2倍に達した。 最終的に4905人のバッカーによって326,593ドルが提供された。そして彼のデビューアルバムは、オールアメリカン、ボーイというタイトルで2015年3月24日にリリースされた。ありがとうございます。